リトロスケです。さあ本日もやってまいりました。リトロスケ、あ、ゴリ店長、ゴリ店長、もう店長職退かれたんだ。栄進おめでとうございます。おめでとうございます。本当に栄進っていうの、昇級っていうの、なんかわかんないけどね。えもうあのご出世おめでとうございます。本当にということで、あの新たなるね店長さん、アズマックスさんかな。いや、キャプテンアズマ。え、キャプテンアズマに、キャプテンアズマ。はい、だからリサコさんはちょっと今日、はい、キャプテンって呼んでほしいです。キャプテンとザコのみたいな感じキャプテンとザコのスケのみたいな。なんでザコになるんですか。全然ザコじゃないですよ、はい、キャプテンとリサコスケの戦い。あ、まあ、だからなるほど、神戸のキャプテンですね。なるほどね、はい、キャプテンとリチャードスケの今日も5時になります。シャープ3ということで、新たなる店長さんの新しいね門出に、この一応前から使ってるサイコロを使わせてもらうんですけど、ちょっと今回はいつもと違いまして、なんと軍資金の方が YouTube の視聴数 ×10 のみとなっております。いいねもリツイートもありません。で、まあおかしいな、みちゃろすけ最近動画伸びねえんだよ。まあでもツイートをしたおかげでちょっと伸びまして、視聴数が1800かな、はい、1802、先ほど調べたところありました。1802回 ×10 ということで、私が最初に持ってる軍資金は18,020円で、まあ、その売買チャンスならぬね、サイコロチャンスでちょっと増やしていきたいなと思うんですけど、まあ1出えへんように願っといてください。それでは投げます。そらそら飛んでけ、サイコロサイコロ飛んでけ、果てしない空の彼方まで、バイバイサイコロ、いつ投げるかわからない、カメラが困るよ困ってる、だけどリチャンのスケまだ投げない、困って笑ってるけどさ、投げるよ、いくよと見せかけて、まだ歌うまだ歌う、そろそろ投げるよ、本当に行くよ、せーので、ほーい、いけ、おー、なかなかいい、じゃーん、星8つです。18,000×4 はめっちゃあるかな、72,000円。いいの？いいの、そんなに。めっちゃいけるやん、荒いのいけるやん。とりあえず私朝一はあの寝台の鬼浜を取りました。ちょっとあの今回が初打ちになるんですけど、まああの大好きなね番長や、鏡ないんで番長取れなかったんですよ、66番じゃ。なんでちょっと寝台の鬼浜を朝一打っていこうかと思います。72,000あざっす。ちょっとあの歌が聴いたね、あの歌が聴きましたね、うん、よかったよかった、1じゃなくて。てなわけで、じゃあ鬼浜頑張っていきたいと思います。あとでキャプテンも登場するのでミニゲームでお会いしましょう、キャプテン。じゃあ実践行ってきます。バイバイ、歌うよ歌うよ、私は歌い続けるよ、フェードアウトしないよと見せかけてフェードアウト、バイバイ。オープニング撮ってきたんで、だいぶね時間経っちゃってるんですけど、もうお隣さん今シーズンパリラッシュ入ってるよ。80%やね、の AD です。シーズンパリラッシュ目指して頑張ります。まあ、一応初打ちなんで、あんまり分かってないけど、一応朝一
クセットはされてます、ちゃんと。鬼浜、結構ハイとかめっちゃ売ってたから、めっちゃ楽しみやって、ようやく売ってるから。番長やん、あ、ややく
ない？結構あっさり。
めっちゃ上がるやん。お、98%。もう 2% ください。ラッシュ、ラッシュ、ワルフラッシュ達成でラッシュ継続。大丈夫か、大丈夫か。ダメなの。おー、よかった、よかった。さすがにね。バトルモードに変えます。バトル、あ、さっきは分からったのよ。おお、あ、後から来ないの、あ、後から来ないの。ほら、エンジン、アイマスクをしていただいて、でしていただいた上で、相手がどこにいるかわからない状況で、確かに相手を1本取っていただいたら勝ちというルール。なるほど。ルールとして切るときに縦切りでお願いします。
の横で一文字で切らないでほしいですね。ああ、これなし。はい、それはなしで。切れますもんね、これ。はい、それはもう簡単に言ってしまうんで。で、もう一つルールです。切るときに声を発してください。切るときに声を発する。気配切れちゃうやん。そう、だから切ったもん勝ちじゃないんですよ。振り回しは有利になるじゃないですか。なるほど、なるほど。結構ガチやね。はい、そういう読み合いをちょっとしながら、ああ、オッケー。出たり、真剣に一本。オッケー、オッケー。本当の刀だと思ってやってください。わかった。ガチガチするんじゃなくて、大人の立ち回りね。そうです。このミニゲームって軍資金を、まあ、アップかダウンかって決めるんですけど、まあ、その初期の軍資金、結構私、多いじゃないですか。今日は私が買ったの、プラスはなしで大丈夫。ただ、負けたら半額で、半額ダウン。3万7000円に。ちなみに、今日 あのご褒美、私が実践でプラスで買ったら、何のご褒美をいただけますか？カツ丼を。やったー！カツ丼好きですか？大好き。あ、嫌いな人いないですか？そうそうそうなんです。お米が好きなんで、お米に合うもの。あ、じゃあお米だけでもいい。なんでやねん。それはダメです。それはダメ。ではミニゲームの準備やっていきましょうか。はい、やりましょう。じゃあお願いします。ルール説明はまず10回回ってください。ちょっと待って、いかにって。これはやばい、これはやばい、これはやばい。空間が空間切りました。ではいきます。よーい、はじめ。全然こっちやん。勝負あり。こんなとこおんねん俺。え、こんなとこいた。あんま動いてないけど。決まりましたね。綺麗でしたね。どこ当たりました？ここで。あ、なんで優しい。優しいね。負けたということで、リチャノスケさんの軍資金が半分にダウンということで。よしでいいですか？よしでいいです。いやー、うまかった。いや毎日やってるんです。3日なんで。まさかの。これではもう負けれない。これで負けたらキャプテンの話。いやもう、まあ、でも実戦では勝つんで、はい、楽しみにしてます。はい、お願いします。てなわけで午後からも頑張ってきます。お願いします。それではまた後ほど。はい、はい、お疲れ様です。ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。はい、とりあえずお昼ご飯食べてきます。で、キャプテンとの気合切り終わりまして、しっかりやられたね。むずいわ。今ね、優しいユーザーさんがバイオリベレーションからシゴロガム出ましたと伝えてくれました。私がシャープワンでバイオリンを売ってたから店長合わせて入れてくれたんかな。キャプテンありがとうって思ってる感じ。
だ安心できんけど、安心していいな、これは。よかったね。ありがとうございます。やるじゃん、ラブ。うまいね、私ね、よかったね。頑張ろう。オッケー。オッケー。いける。オッケー。オッケー。ねえ。でも私にはこいつがいるから、これが何なのかほんまに気になる。なんだ。どういうこと？あ、何？何これ？あ、いけんじゃん？いける！おい。無理なんかよ。いや、もうないね。はい。なんか見に行きますか。ゴチです。というわけで、まあ128までに当たらなかったんで、最後はシコシコジャグラーを打ちました。今日番長だけじゃなくて、あのジャグラーもう全体的に配分高そうで、それこそ後ろのゴージャグ2も結構固まってガス弾が良くて、レギュラーもついててみたいな台があって、マイジャグ4とかマイジャグ3、あとゴージャグ、そうだ、このねゴージャグも向こうの島なんかは3台塊で出て、まあまあ内容も、うん、良さそうって、良さそうな。今4000円やね。4000円で今下皿300、400枚ぐらいかな、ある状態で移動してきました。でとりあえず1884回転回ってて、でビッグ8のバケロ、ガスは134分の1、まあビッグとレギュラーの確率はまた全然上な感じなんで、このメダルがなくなるまでにペカります。いいですか？いいですよ。このチェリーが来るのもね、流れの始まりなんですよ。光ってくれの困るのよね。オチが見えないのよ。光ってくれないとオチが見えなくなるから、私そのオチのねあれができないのよ。こう苦手なタイプで、よくお父さんからも言われておりました。お前はね、話するのは勢いがあってええけども、オチがないからほんまに関西人として恥ずかしい、面白くない、そんなんでよう表に立つ仕事してんなと。まあでもそんな私もね、この仕事を始めて何年経ちますか。ええ、そうです、4年か5年ぐらい経ちました。ということはもう光らせないといけないんです。これがラスト、わかりますか。この下皿にあるラスト2枚を入れます。そしたら3クレジット引きます。右手に宿るしこの力。はい。そんなこんなでまた引いとんねん。私の光が向こうのフォロワーさんに行きました。ほんまにうまいなぁ。いや、そういうのやってないからね。まあ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 、じゃあちょっと店内の様子も見るんで、これで終わりにします。はい、ということでエンディングどうぞ。
ゴッチです。はい、というわけで実践終了しました。ちょっとおでこのテカリを見たら私が勝ったか負けたか分かると思うんですけど、まあ勝ちましたねこれ。むしろその度合いが分かんない。度合いが分からない。間違いない。なんと本日リチャノスケはマイナスです。すごい新喜劇か。いやだからね、中間の時は余裕やなんやら。いやほんまに言うてたのに。大体ね、調子乗ったらダメなんで。あ、まあ、それはもうあるあるっす、うん、で、ちょっとキャプテンの圧に圧倒されたというか絶対勝ちたいって思ったら思うほどに何もできなかったっていう感じ。チャンバラに負けたのが流れ悪くなった。間違いない。可能性はあるね。ってなわけで、ちょっとじゃあ私ご褒美食べれないんです。デリバリーっていう形にはなるんですけどね。まあね、仕方ない、うん。まあね、もう6月これ食うてもう勝ちに勝って、5月の負債を。いや、キャプテン、ね、優しい気遣いがあったのに食べれないの。いや残念ですね。わかりました。じゃあキャプテンが食べてください。いいなぁ。ていうかもう言っちゃえば昼の段階で食べさせてほしいかな。ほんまに。そうやね、そうやね。あのタイミングが一番なんか流れとしては、まあでもね、チャンバラ負けるし、実戦負けるし、しかも店内めっちゃ強かったんですよ。ありがとうございます。ほんまにキャプテンすごいと思って、それで負けたマジ悔しい。しかも家の前でね、今から美味しいカツ丼食べるのもいるんですよ。じゃあちょっといただこうかしら。うまっ。食べた？食べました。もう悪い悪いで、ね、もううわ美味しそう。いやこれもネギすらあかん。ネギすらあかんって言われた。ネギすらあかん。悲しい。ちなみにお店の名前は、はい、こちらがですね、はい、神戸大阪にも店舗を展開されていますね。吉部さん、カツ丼吉部さんご提供となっておりますので、店でお食べたらいろいろメニューがあります。うわっ、ね、私実はここオープンの時にグランドオープンの時に就任でいまして、はい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 、その時から行ってます。そうめんあるやん。そうめん食べたら言うてましたね。え、ちょっと待って、私行ったことあるかもしれない。お昼言ってたとこお店ですか。そう、めちゃめちゃ美味しいカツ丼って言ってた。え、食べたかった。めっちゃ美味しいですよね。美味しいです。私も前回多分あの卵とじカツ丼食べて、それにこの生そうめんっていうのをつけたんですけど、はいはい、この生そうめんが美味しくてね。生そうめん推しね。そう。僕のあごだしがたまらなく美味しかったです。もったいないな。ねえ、今日のあの状況で。いやほんまに、ね、いやもう番長とかお祭りでしたやん。他の騎士にもありましたやん。確定出てましたやん。ジャグラーもベース高かったですやん。悔しいですねこれは。悔しい。でも来月のリベンジを、リベンジをお待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんな感じ。ちなみにキャプテンは5月の15日に五期公の神戸中央スロット館に就任されたんですよね。はい、そうです。じゃあちょっと軽めの自己紹介。はい、この神戸中央の、まあ、グランドオープンから実は、就任でいまして、まあ、そこはちょっと転勤で店長に上がったんですけど、うんうん、そこから、約6年前戻ってきました。あ、そうなんだ。はい、ちょっと本当にね、ここに決まった時ちょっとワクワクしましたね、やっぱり。うわ、確かにね、そんな思い入れのあるね、地だったらね、スロセンは楽しいっす。楽しいっす。でもなんかやっぱスロセンを経験されてるからこその今日の盛り上がり具合というかだったんかなって思って、やっぱり上手だなと思って、なんか私も来月来るのまーっとワクワクしてます。待ってます。
や、ちょっとね、キャプテンのノリもだいぶいいのでいや、私本当やりやすいですありがとうございます。いや、本当にありがとうございます。ただ、カツさんはくれなかったと、はい、いや、もうカメラ切っても一切手出しはさせませんのでこれはもう、あの鉄則ですので、これは怖いなぁ、はい、わかりました、はい、じゃあまた来月7月3日よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあまたね、バイバーイ。Bye-bye.